こんにちは、ハルです。今回は朝ドラブギウギのラスト2週の感想について話していきます。いやついにね、フィナーレを迎えてしまいました。この半年間、本当に楽しませてもらったんですけれども、ラスト2週、第25週と第26週の感想をそれぞれ話していって、最後にまたこう半年間の、ね、全体の感想とかも話していきたいと思います。まず第25週なんですけれども、その前の週とかに愛子のこう誘拐騒動とかいろいろあったんですけれども、この週からはね、愛子とこう鈴子2人ともすごく仲良しな描写とかばっかりで、それがすごくね微笑ましくて、愛子もね、愛子ちゃんもすごいなんかやっぱ可愛いなっていうふうに思いましたね。その前の週まで結構ねこう見学長で話すようなシーンとかも多かったんですけれども、やっぱり笑顔が可愛くて、その子役のこの演技なんかもすごく良かったかなと思います。でこの週からね、水木あゆみっていう新人歌手、ライバルのポジションとなる歌手が出てきて、年末の男女歌合戦、これは紅白っていうね、紅白をモデルとした舞台だと思うんですけれども、そこで水木あゆみが、鈴子のラッパと娘を歌わせてくださいっていう風になって、最後金曜日にねこう、対決じゃないですけれども両者のこうステージが披露されるっていう、そんな週でしたね。で途中でね、中村倫也さんがこううさんくさいプロデューサーとしてもこうサプライズ出演、全くね出演とか発表になってなかったんですけれども、あれはね、中村さんと趣里さんが同じ事務所っていうところで、彼ほどの人気俳優が、多分収録1日とか2日ぐらいでパパッと撮っちゃったと思うんですけれども、あれだけのことが実現したんだろうなというふうに思います。でこの週の、月曜日の時点でね、鈴子と、又野さんがね久しぶりに再会されて、鈴子も又野さんつってすごく叫んでましたけれども、そこにこうね女の子水木あゆみが現れて、実は又野さんと大和礼子さんの娘だっていうところが明かされる。これもかなりね、僕は事前にそういう設定っていうのは読んでたので、知ってたんですけれども、多分これ当日初めて知った人はね、視聴者さんとかもかなり驚いたんじゃないのかなと思います。やっぱりねこの朝ドラとか、大河とかもそうですけれども、半年とか1年放送する作品とかで、序盤とかに出てきたこうキャラクターがねこうちょっと期間空けて再び再登場するとかっていうのはやっぱりこうベタにね盛り上がる展開ですよね。で今回こう蒼井優さんもすごくいい演技されてたので、その娘役がね登場するっていうので、すごくインパクトのある設定かなというふうに思います。でそこでラッパと娘歌いたいみたいな感じになって、ちょっとこう鈴子とかもいろいろ悩むんですけれども、水曜日に羽鳥先生のところに話しに行って、でもここ羽鳥先生が、意外とちょっと怒っちゃったんですよね。その怒った理由としては、鈴子自身が多分本当にこう歌わせたくないって思ってるんだけれども、本人ではそれをこう伝えずに、羽鳥先生だったら断ってくれるんじゃないのかなっていうか、そういった他人任せにしたところに、羽鳥先生は怒ったっていう、そういうねシナリオなんだと思います。で鈴子とかもちょっといろいろ悩むんだけれども、茨田さんとかともねいろいろ相談した上で、水木あゆみに歌ってもらう、歌わせようっていうふうに思って、また次の日のね木曜日に再度羽鳥先生のところに行って、歌わせてあげることにしましたみたいな話をして、そしたら羽鳥先生もねワクワクしてきたなみたいな感じでこう盛り上がって、で鈴子は同じ舞台でヘイヘイブギーを歌いますってなって、金曜日に、その両者のステージが披露されましたけれども、この金曜日の回も、かなり面白かったかなと思います。水木あゆみを演じてる、桐生桜さん、これからどんどん売れていく女優さんだと思うんですけれども、彼女の、ラッパと娘のステージ、結構良かったっていう人もいれば、ちょっと迫力足りなかった、これぐらいでこう期待の新人みたいに言われるのがちょっとおかしいとかね言ってる方もいると思うんですけれども、多分ね桐生さんは、わざと下手に歌ってるっていうか、あくまでなんか新人歌手っていうところを表現したくてああいう感じになったのかなと思います。僕もちょっとねそんなすごいステージには思えなかったんですけれども、最近桐生さん自身がNHK のねこうブギウギのこう特別の歌番組とかね結構出てて披露してるんですけれども、歌声とか、それとか見るとやっぱりこのラッパーと娘のステージよりも明らかに歌めちゃくちゃうまいんですよね。だから多分ねわざとちょっとああいう風に歌ってるんだと思います。水木あゆみのステージ自体はちょっと物足りなかったなっていう風にちょっと思いましたけれども、この時にねステージ袖で、鈴子がちょっとラッパと娘口ずさんでるところとかあるんですけどね、あのシーンの趣里さんの演技、顔の表情とかちょっとこう動きとかね、あの辺もすごくね良かったかなと思います。
で、この水木あゆみのステージがババって終わった後、その後ね、鈴子が一回自分の楽屋に戻って、まあ、そこで茨田さんとちょっと会話する流れがあるんですけれども、まあ、なんかこことかね、僕はあんまりいらなかったかなと思うんですよね。なんかせっかく2人のこうステージに視聴者みんな注目してるんで、なんかもうこの日の15分はこのステージだけになんかこうあのメインで描いても良かったのかなと思います。その楽屋で茨田さんと何かもしやり取りするんだったら、それはあの水木あゆみ のステージの前とかに終わらせておいてほしかったかなと思います。なんかこう一回ね楽屋に戻るっていうくだりは僕はいらなかったんじゃないのかなと思います。で、まあ、この後ね、鈴子の、ヘイヘイブギーのステージが披露されるんですけれども、まあ、これは僕はめちゃくちゃ良かったかなと思います。なんかこう、リアルタイムで最初見た時も良かったかなと思うんですけど、まあ、その後ね、2回、3回見返すと、まあ、なおさらどんどん良くなっていくっていうか、ヘイヘイブギーっていう曲もすごく盛り上がる曲で、いい曲だなと思うんですけれども、まあ、何よりも、趣里さんのパフォーマンス能力がすごいなと思いました。まず鈴子の衣装が最高に良かったかなと思います。まあ、白いスカートに上はこう黒いジャケットで赤いコサージュっていうんですかね、あれをつけてて、であとこう手にねレースの手袋をつけててっていう、もうこれがちょっとこう、まあ、若い歌手じゃなくてちょっともうベテランの40歳ぐらいのベテラン歌手のこう衣装だなっていう雰囲気もすごく出てたし、ブギウギね本当に衣装がすごくいいものが多いんですけれども、まあ、鈴子の衣装の中でもトップレベルで今回のこの衣装良かったかなと思います。でその後ね、趣里さん その動きとか、まあ、腕の回し方とか体の使い方、動かし方、まあ、この辺がもう最初から最後まで完璧だったなっていうふうに思います。これはもうぜひ録画とかしてる人はもう何回でも見返してほしいんですけれども、まあ本当にすごい良かったなと思います。なんか本当に現実のね若い歌手とか若いアイドルの人とかもなんか見習った方がいいぐらいもうすごい良かったですね。観客をこう煽る時の腕の回し方とか体を動かし方とか、まあ、ちょっとした時にこうウインクしたりするとこもありましたけれども、まあ、その辺がもう完璧すぎてもう最高だったかなと思います。まあ、ただ最高だったからこそこのヘイヘイブギーをフルコーラスで見たかったなと思います。あれ多分もう2番とか丸々カットしちゃってて結局2分弱しかないようなステージだったんですけれども、まあ、本当に最高だったからこそフルサイズでちょっとやってほしかったかなと思います。だからこの金曜日の回も、まあ、水木あゆみと2人でねこうフルサイズでやって、まあ、2組の歌唱だけでまあ7分とか8分ぐらい使ってもよかったと思うんですよ。なのでそこまでがやっぱりちょっとねいらない部分も多かったかなっていうか、茨田さんとの楽屋のやり取りとかももうちょっとこう前倒しにこう描いておいて、まあ、2組のステージシーンに集中できるような内容にしてほしかったかなとは思います。まあ、ともあれねヘイヘイブギー本当に最高だったなと思います。で続いて、まあ、今週、まあ、最後の最終週になるんですけれども、まあ、月曜日の回が歌合戦終わりで、まあ、楽屋でちょっと燃え尽きてるような鈴子、まあ、そこから始まるんですけれども、もう月曜日の時点でね鈴子がこう引退を決意してもう羽鳥先生の、自宅に行って、引退を伝えるっていうシーンで、まあ、ここの月曜日の回はね、まあ、視聴者の間でもかなり話題になったっていうか、まあ、まず羽鳥先生がめちゃくちゃ怖かったっていうか迫力ありましたよね。まあ、僕も、まあ、強子の演技とかねずっと見てきててもういつも最高だなと思うんですけれども、まあ、まずこの月曜日の回の演技とかもすごく良かったですね。やっぱりこう顔の表情とか結構アップなんですけれども、なんかこうちょっとした口とか眉とかのそういう顔の表情の動きとか、まあ、涙がちょっとこう溜まるところとかね、喋り方がちょっとこう涙声になったりとか、まあ、その辺がまあ最高に良かったかなと思います。まあ、X とかでもね絶賛されてるんですけれども、でここでやっぱ忘れちゃいけないのがそれを受けてる趣里さんの演技も僕は素晴らしかったかなと思います。まあ、途中からね趣里さんもえって驚いてこう君を引退させないよって言われてえって驚いてそこからこうどんどん泣いていくんですけれども、やっぱり趣里さんってなんかこう顔の表情がすごく豊かで、まあ、チャーミングっていうか、まあ、この時の泣き顔とかもすごいこうなんかまあ美しくてこう悲しい表情なんだけれども、まあ、どこかこう可愛さが残ってるっていうのが、まあ、なんかすごく魅力としてあるかなと思います。このシーンはね、まあ、見ててもかなり緊迫してる、まあ、シーンだったかなと思います。まあ、その後鈴子もまあ自宅に帰って住んでる一緒に住んでるみんなとね引退することとかを伝えるんですけれども、でその後火曜日に、まあ、羽鳥先生は茨田さんと話してて、で鈴子はまあ奥さんのマリさんとね話してて、その茨田さんもマリさんもね2人とも、まあ、その
鈴子と羽鳥の2人の関係性はすごく特別だっていうふうに言って、で2人とももう大いに苦しめばいいっていうふうにこう両者とも言われるっていうのが、まあ、ここのシーンもすごく良かったかなと思います。特にね、鈴子とマリさん2人でこんだけこう話すっていうシーンもあんまり多くはなかったと思うんですけれども、なんかすごく良かったですよね。まあ、鈴子がこう私はマリさんのこと苦しめてましたかみたいな、まあ、その羽鳥先生との、まあ、男女の関係はないんだけれども特別な関係ではあるから、まあ、それをマリさんはねもしかしたら傷ついてこう見てたのかなみたいな、まあ、ここのシーンとかもめちゃくちゃ良かったですね。そして水曜日に、まあ、鈴子が引退会見を開きます。で木曜日に鈴子と羽鳥先生、まあ、鈴子の自宅で、まあ、2人が、まあ、約10分間にわたって、まあ、お互いの、ね、気持ちを、まあ、告白するっていうシーンで、まあ、これはね月曜日のシーンを超える、まあ、僕は名シーンになったかなと思います。ネットの記事とか、ね、読むと、まあ、あれ約10分間あれ長回しだったみたいですね。カットとか割らずに、まあ、おそらくカメラ複数台使ってこう投資で10分間回して撮ったんだと思うんですけれども、いやすごいシーンだったなと思います。まあ、もう2人ともがお互いのことを好きだ大切な存在だっていうもう告白してるようなシーンなんですよね。もうこのシーンも大好きで僕も何回も見直してるんですけれども、まあ、鈴子がね、まあ、実際笠木さんが自分は人形で、まあ服部さんがね人形使いだみたいな言葉を残してるみたいなんですけれども、まあ、それもまあ鈴子のセリフの中でありますけれども、まあ、それがねブギウギのオープニングでああいうまあ人形というかマリオネットを使ってるオープニングですけれども、それのまあ伏線回収みたいな感じになってますよね。まあ、これは制作サイドはこのセリフがあるからああいうオープニングにしたわけではないらしいんですけれども、まあ、一応偶然らしいんですよね。まあ、でもこれもすごいなと思いますね。オープニングとか結構不評というか、もうあれが怖くて見れないっていう見たくないっていう人も結構いるみたいなんですよね。まあ、分からなくはないんですけれども、別に僕はそんな見れないとまでそんなに怖いとまでは僕は全く思わないんですけれども、まあ、この今回のねセリフとか聞いてこのシーンとか見ると、まあ、オープニングとかがまたちょっと感慨深く見れるっていうか、あれ踊ってるこうね人形がまあ鈴子で、その画面の外で羽鳥先生が操ってるのかなみたいな、そういうのを想像しながら見ると、まあ、ちょっとまた感動するオープニングだなというふうに思います。この木曜日のシーンも、まあ、X とかでねかなり絶賛されてて、まあ、どっちかっていうとねやっぱりこう羽鳥先生、まあ、草薙くんすごいみたいな感じになってるんですけれども、まあ、ただ僕もやっぱり、まあ、ここでもねまた言いますけど忘れちゃいけないのは趣里さんの演技も最高だったよっていうふうには思いますね。なんかえへって笑うところとかもありましたけど、やっぱりそこも可愛らしくて、まあ、趣里さんのこう、まあ、表情の豊かさとかね、まあ、目のね演技とか、まあ、涙浮かべてる時の表情とか、まあ、その辺もやっぱり僕は趣里さんも素晴らしかったかなというふうに思います。そして金曜日、まあ、これが最終回ですね。福来スズ子のラストコンサートっていうところで、まあ、そこやっぱりまあ僕もブギウギの感想動画結構前から、まあ、最終回はどうせこうライブシーンで終わるだろうなっていうのは予想してたんですけれども、まあ、やっぱりその通りになりましたね。ただねここが1曲だけだった東京ブギウギだけだったっていうのがちょっと物足りなかったかなと思います。やっぱり僕は、まあ、10曲ね15曲やるっていうのはもう不可能だと思うんですけど、まあ、できれば 4,5 曲ぐらいやってほしかったかなと思います。最終回金曜日、まあ、15分主題歌もなかったので15分、まあ、ほぼ13分ぐらいは歌唱シーンに使えると思うので、まあ、1曲あたり2分から2分半ぐらいの尺で、まあ、4曲ぐらい、まあ、5曲ぐらい披露できたんじゃないのかなと思うんですよ。金曜日もね結局ライブシーンに行くまでにこう鈴子と話したりとか楽屋で懐かしい人と再会とかっていうのでそこで結構時間食っちゃってて、でそれで1曲だけになっちゃったんですよね。だから僕は思うのは木曜日とかの羽鳥先生とかのあのシーンをもう毎年で水曜日ぐらいまでにやって、で木曜日にそのライブの準備をちょっとする鈴子とか、まあ、羽鳥先生とまたレッスンを久しぶりにするみたいなシーンとか入れてもいいと思うし、で木曜日のこう最後の方に楽屋で懐かしい人と再会します。で木曜日の本当に最後の最後でいよいよこう鈴子福来鈴子のラストライブは今から始まりますっていうところで終わって、で金曜日はもう冒頭からもう歌唱シーンがスタートするみたいな感じで、そこから13分ぐらい、まあ、4,5 曲歌って、で最後 1,2 分で最後エンディングみたいな、そんな感じでも良かったんじゃないのかなと思います。もちろんね今回の東京ブギウギ1曲だけで終わるっていうのも、まあ、それも潔くて良かったかなと思うんですけど、まあ、僕はやっぱもうちょっと見たかったかな、最後の最後なんでたっぷりと見たかったかなというふうには思います。
まあ、ここのシーンで良かったのは、まあ、スズ子のね、あの衣装が良かったっていうのと、まあ、大空の弟以来の生歌唱でしたね。あの収録した音源を流してるんじゃなくて、あくまでもあのシュリーさんが生で歌ってるっていうのも、やっぱり生で歌ってた方がね、ライブ感もあってすごく良かったかなというふうに思います。まあ、最後のね、なんかまあ僕なりのこうもっとこうして欲しかったなとかっていうのは、まあ、ラスト2週とか特に思うんですけれども、あの、まあ、視聴率の面で言っても、まあ、ちょっとねあんま上がらなかったんですよね。なんかこう、まあ、2月の下旬ぐらいから視聴率が結構下がりまくってて、まあ、16% っていうか、まあ、15% 切ったりとかするところも結構あったんですけれども、まあ、最後ラスト2週はね、水木あゆみがっていうライバルが登場するんで、まあ、僕は上がっていくだろうなと思ったら、まあ、ほとんど上がらなかったんですよね。うん、まあ、それはやっぱこう、あの結構メインで見てる主婦層の方たちが、まあ、子供が春休みとかに入ったっていうので、まあ、その視聴習慣とかがずれてるみたいな、まあ、そういったことももしかしたら関係してるのかもしれないんですけれども、まあ、特にラスト1週間はかなり面白かったので、まあ、最後の週とかはね、毎日 17% とか言っても良かったんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、今のところ木曜日までの視聴率しか発表になってないから、まあ、最後のね金曜日の数字はまだ分からないですけれども、やっぱね多分あんまり伸びなかったのが、まあ、ちょっと残念だったかなというふうには思います。ラスト2週の感想としてはこんな感じですかね。まあ、ここからはね、あの半年間全体の感想と、まあ、もうちょっとこうしてほしかったなみたいなことをちょっと話していきたいかなと思います。僕は朝ドラをねちゃんと最後まで見るっていうのが、まあ、ブギウギが初めてだったんで、まあ、この朝ドラならではのねこう、まあ、難しさみたいなものもすごくあると思うんですよ。1日15分であの主題歌除くとね13分しかない、それをこう、まあ、週5日描いていくっていうので、まあ、なかなかね難しいところもあると思います。通常の週1時間の連ドラに比べて、まあ、難しいところもあるんだろうなと思うんですけれども、まあ、ブギウギはね最初こう10月から始まって、まあ、本当にまあ、屈指の名シーンでもある、まあ、大空の弟歌ってラッパと娘っていうあのステージシーンがね、あれがまあ12月の、まあ、2週目とかそれぐらいだったと思うんですけれども、まあ、10月から始まってその2ヶ月ちょっと、まあ、2ヶ月半ぐらい、まあ、そこは多分めちゃくちゃ面白かったと思います。他の朝ドラ僕見てないからわからないですけれども、多分ね歴代の朝ドラの中でもトップレベルで面白かったんじゃないのかなと思います。まあ、ただそっからちょっと失速していったなっていうのはまあ、正直ありますね。まあ、その後戦争がこうどんどん本格化していって、まあ、すごく暗い描写とかがねすごく増えたっていうのもあったし、まあ、足立さんはねそこをしっかり描きたいっていう思いがあったからこそ、まあ、かなりの結構期間をかけて、まあ、戦争というものをいろいろ描いたんだと思うんですけれども、まあ、同時に羽鳥先生の登場シーンとかもちょっと減っていったので、なおさらまあちょっと見ててもちょっとつまんなくなっていったかなっていうところはあります。で同時にその愛介さんがねまたこう登場してくるんですけれども、あのやっぱり最初学生っていうところで、まあ、鈴子よりもだいぶ年下っていうので、なんか2人の恋愛模様とかも描かれるんですけれども、まあ、それがまあ正直あんま見てても面白くはなかったんですよね。まあ、愛介さんがどうしても子供っていう感じでちょっとなんかこう大人の、ね、恋愛とかではなかったっていうのもあるし、あとこうさよちゃんもねいましたけれども、まあ、やっぱさよちゃんがちょっともう方言とか田舎丸出しで、まあ、ちょっとね視聴者の中でまあ、ちょっとうざがられてるキャラクターではあったんですけれども、まあ、そういったところこう羽鳥先生の出番が減って、まあ、戦争ってい こう暗いシーンが多くなっていって、まあ、愛介さんとまあさよちゃんが最初ちょっと魅力的なキャラでは見えなかったので、まあ、12月中旬からまあ1月の中旬ぐらいまでかな、まあ、その辺がまあちょっとね見ててもあの乗れなかったかなっていうところはあります。でその後ね、あの愛介さんと、まあ、ちゃんとお付き合いしていく中では、まあ、愛介さんもどんどんこう大人になっていってる感じがして、あの水上浩司さんの演技も素晴らしかったので、まあ、特に愛介さんが亡くなるところとかなんかはねかなり感動的なシーンだったかなというふうに思います。その後東京ブギウギの、まあ、制作過程がこう描かれて、まあ、ステージ披露でしたけれども、でその後ね太鼓ちゃんと久しぶりに再会する週があって、まあ、その週はね感想動画でも話したんですけど、僕はかなり面白かった感動的なシーンだったかなと思います。でその後のね次の週から、まあ、ちょっとそこから1ヶ月ぐらいがちょっとつまんなかったかなと思いますね。なんかこういろんな要素を詰め込みすぎて、それをこう一つ一つなんかただ単に消化していってるような感じがこう1ヶ月ぐらい続いていって、なんかあんまりこう全体のストーリーがまとまってないように見えたんですよね。なんかもうちょっと描くところはしっかり時間をかけて描いてほしかったし、別に描かない部分はこう捨てるところは捨ててもよかったんじゃないのかなと思います。
で、まあ、特にねアメリカ公演なんかもう本当に2分ぐらいで終わっちゃったんで、あそことかをどうせだったら時間割いて描いて、でそこでねさよちゃんが久しぶりに登場して再登場して、あの鈴子との通訳をちょっとやるとかね、なんかそういうオリジナルの展開とかもあってもよかったんじゃないのかなと思います。やっぱりねそこら辺の1ヶ月ぐらいがちょっとこう面白みに欠けたっていうのは多くの視聴者さんが感じてるところなんじゃないですかね。だからそこの影響もあってちょっと視聴率も落ちていったのかなとは思います。でまあ、ラスト2週はね、まあ、結構僕は面白かったかなと思うし、まあ、特にラスト1週はね面白かったなというふうに思います。であとまあできればね、まあ、茨田さんとかしか登場してなかったので、まあ、同時期のね同世代の歌手の人とかも、まあ、もう1人とか2人ぐらい登場してもよかったんじゃないのかなっていうか、その辺の鈴子の芸能界周りのところとかがあんまり全然描かれないっていうかね、もう羽鳥先生と茨田さんぐらいしかなんかやり取りしてないみたいな感じだったりするんで、まあ、その辺のもうちょっとモデルとするねなんかこう人とかいると思うので、まあ、そういうモデルとした公約とかね登場させて、まあ、鈴子とでももうちょっと関係性を描くとか、まあ、鈴子がこうあのテレビ業界とかね音楽業界で本当にスターなんだなっていうのをなんか感じられるところとかももうちょっと見たかったかなと思います。まあ、こういうね要望とかもっとこうしてほしかったっていうのはまあ挙げればねキリがないんですけれども、あのまあ全体のまあ特徴としてはまあブギウギは多分ね朝ドラの中でもまあ平均的な出来栄えだったんじゃないのかなと思います。まあ、ダメではなかったし、かといってすごく良かったわけでも多分ないのかなという、まあ、この辺朝ドラよく見てる方のね感想とかもまあ正直に聞いてみたいなと思うんですけれども、コメントとかねあればお願いしたいんですけれども、多分最初のね2ヶ月ちょっとは本当に歴代の中でも上位の出来だったと思うんですけれども、まあ、その後の、ね、残り3ヶ月4ヶ月ぐらいがちょっとイマイチだったかなというふうに思います。まあ、ともあれね、あのブギウギはすごく挑戦的な作品だったと思います。特にねやっぱり僕は趣里さんが本当に素晴らしかったかなと思います。毎週そのね毎週のように歌とかダンスとかこう覚えてね披露とかするのも本当に大変だったと思います。つよぽんファンの一人としてね、あのつよぽんの演技が絶賛されてるのはそれは確かにめちゃくちゃ嬉しいことではあるんですけれども、まあ、あくまでも趣里さんの素晴らしさをみんな忘れてはいけないなっていうふうに思います。あの福来スズ子、まあ、趣里さんが登場したところが、まあ、設定の年齢の設定としてね多分10代半ばだと思うんですけれども、まあ、そこから多分引退するのがあれ42歳とか3歳とかそれぐらいの設定だと思うんですけど、まあ、福来スズ子を、まあ、30年間演じ切ったわけですよね。最初に趣里さん登場した時なんかは本当にもう子供にしか見えないっていうか、まあ、そっからまあどんどんこう20代になっていって、まあ、晩年っていうか、まあ、引退する前とかはまあ髪型とかメイクの工夫によってね、まあ、やっぱり40歳ぐらいに見えたりしますから、まあ、その辺がまずすごいなと思ったし、まあ、本当になんかこう福来スズ子のチャーミングさみたいな可愛げのある感じが僕はすごく良かったし、あの最初はね笠木静子さんをモデルとした役としてみんな見始めたと思うんですけれども、やっぱもう途中から、まあ、特に終盤はそうだと思うんですけど、もう福来スズ子っていう、まあ、一人の全く新しい人物、まあ、その人物の成長物語をずっと見てるなっていう感覚にすごくなったんですよ。まあ、まずそれがすごいことだなと思います。一人の子福来スズ子っていうなんか推しとしてねなんか見てる感覚もあったし、今もう最終回迎えて、まあ、スズ子に会えないの本当に寂しいなってめちゃくちゃ思うんですよね。なんかそれだけの感情に持っていった、多くの視聴者を持っていったっていうだけでも僕は本当に素晴らしかったと思うし、ブギウギはいい作品なんじゃないのかなと思います。でそして何よりね、もう羽鳥先生を演じた草なぎ剛の魅力ですよ。もう本当に影の主役っていうか第二の主役っていうポジションで、まあ、晴天をつけでもあのそういった役どころでしたけれども、あの本当に素晴らしかったなと思います。まあ、僕もここ20年くらいのつよぽんのドラマとか映画とかはまあほぼ全部見てますけれども、まあ、間違いなくね今までにない役柄だったと思うし、まあ、トップレベルで小ハマり役だったなと思います。なんかこのブギウギの感想動画とかも定期的に僕上げてて、あんまりね再生回数伸びないんですよ。まあ、つよぽんのね動画とかっていつも伸びがいいんですけれども、まあ、このブギウギの感想動画に関してはあんまり伸びないっていうところで、まあ、意外とねつよぽん好きなファンの人の中でもブギウギはやっぱ遊だなってところで見てない人もいるのかもしれないですけれども、まあ、草なぎ剛の演技が好きな人でブギウギ見てない方はまあ損してるなっていうふうに思います。まあ、実は慎吾くんもね朝ドラ朝早くて見れないっていうところで見てないらしいんですけれども、まあ、本当にね見た方がいいですね。草なぎ剛の演技好きな人はもうみんな見た方がいいです。本当におすすめできますね。
そして、まあ、最後にもうなりますけれども、まあ、ブギウギの、まあ、一番の魅力は、まあ、福来スズ子と羽鳥善一のこのコンビだったかなと、師弟愛だったかなと思います。やっぱり朝ドラって僕もあんまり見たことないですけれども、まあ、どうしても主人公と結婚相手がいて、その夫婦の物語が中心になったりとか、まあ、特に終盤とかはね、どっちが亡くなったりとか、まあ、そういったのがメインに描かれがちだなっていうイメージがあるんですよ。まあ、多分実際そういう作品多いと思うんですけれども、まあ、ブギウギは全くそうではなくて、まあ、師弟コンビ、師弟愛で、まあ、しかも男女っていうところで、まあ、そこが恋愛感情がないんだけれども、まあ、男女の、コンビっていうのがまあメインで描かれるっていうのが、まあ、今までの朝ドラとかにも、まあ、ほとんどなかったんじゃないのかなと思うんですよ。まあ、その辺がまあ新しかったかなと思うし、まあ、それをこう最高のもう100点200点のこう結果で見せてくれたまあ2人の演技ですよね。もうこの2人の掛け合いがもう見れるだけでももうすごく嬉しかったかなと思います。もう動画もどんどん長くなってるので、まあ、この辺で終わりますけれども、まあ、ぜひね、朝ドラとかよく見てる人なんかは特にこうブギウギの感想とか、まあ、他の朝ドラとかと比較した感想とかね、なんか教えてもらえたらなと思います。まあ、この半年間、まあ、最初のやっぱりつよぽんが出てるから見たっていうのはあるんですけれども、まあ、本当に趣里さん素晴らしかったですし、本当に毎朝楽しませてもらったなというふうに思います。まあ、次のね、虎に翼っていうのもね、ちょっと僕は見てみようかなというふうにもなりました。初めて最初から最後まで見たのがブギウギっていう作品になって、まあ、すごく良かったかなと思います。もう出演者もスタッフの皆さんもお疲れ様ですっていう感じですね。本当に楽しませてもらったなと思います。またスピンオフとかね、もしあればね、見てみたいなっていうふうにも思います。半年間本当に楽しませてもらいました。ありがとうございました。動画は以上となります。コメント、高評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。ではまた。